本当可愛いよな。どうしよう。それでは、このめでたきちぎりの儀と皆様のますますのご発展、ご多幸を祝して、乾杯！乾杯！男の人なら頼りがいがあってお酒が強い人がいいな。それってさ、俺のことじゃない？イエーイ、テキーラ5杯目。イエーイ。プレゼントフォーユーだ。私に。してるんだっけ。イエーイ、テキーラ20杯目、乾杯。かっこいい。俺の場合、
夫？銃声ここまで聞こえてたよ。それよりテレビ。え？テレビ。ああ、いつもの。差しで話すんやなかったんか。元レスラー、傷害、強盗、強姦、殺人以外をほとんどやってる上にうちの借金踏み倒そうとしよった。処理はこっちでする。殺せ。ボスに誰も殺すなって言われてる。これはこの町で一年暮らすための踏み台や。何してんねん。スイッチの切り替えや。行くところによると、パブロはどんな相手でも6秒以内に倒すんやろ。カウントしようか。勝手にせ。リーチ。とりあえず動けんようにした。あとは好きにしろ。まだ生きてる。最後までお前がやるん。あれが砂川さんが管理してるゴミ処理場っす。もう緊張感なさすぎ。あかんわお姉ちゃん。なんでか俺こういう時ムラムラすんね。ねえ、侵入できそう？正面からは無理そうやが。すぐ終わる言うてるやんけ、お前。ほら、どうせ商売問題になるんやし。離してよ。来た。どこ向かってんの？目的は小島だけじゃなかったんだ。
咲ちゃんは暴力に慣れてない普通の子なの。何でもいいから安心させてあげて。ジョークで笑わせたりして笑顔にしてあげて。なんで俺もやねん、なんで俺もやねん。それジャッカルの CM だろ。遅かった。見ろよ、おもちゃだこれ。すっげえ、ファブル最高。すぐ戻ってくるからここで待っててね。ファブル、やっと会えたね。たくさん探したよ。お前を殺して俺が都市伝説になるから早く出てこいよ。殺し合いしよう。おかしいやろそれ。タイならついてこない。おいおい、ジャッキー・ジンかい。おい、海外室行っとるぞ。全員行け。
次や。Yeah!
んかいボケ。だが今からそっち行くから待っとけよ。ああ俺今最高に生きとるわ。ですよ。ああ、お前あん時の。